KDDI JCOM ショップチャンネル住友商事 JCOM ショップチャンネルスカパーショップチャンネルスカパーチャンネル一覧ショップチャンネルショップチャンネルはテレショップ専門チャンネルである国内業界最大手のジュピターショップチャンネル株式会社が運営しているスカパーやスカパープレミアムサービスケーブルテレビ等を介して視聴可能 2004年9月30日には、現在のハイビジョン対応のスタジオに移動して、日本のテレビショッピング専門チャンネルでは、初の24時間完全小放送を実施している。また、統計110度 CS デジタル放送では、テレビショッピング専門チャンネルでは、世界初となる、ハイビジョン放送を行っている。2015年3月31日、スカパー。 プレミアムサービスにて、標準画質は18年間で終了した。CH523 に、おさむ役。2016年12月1日、スカパー。プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、株式会社、スカパーブロードキャスティングから、株式会社、スカパーエンターテイメントに変更。視聴可能な世帯数は、約2708万世帯で、これは、 日本のすべてのテレビの視聴世帯数の3分の1を超える規模である。2010年度の売上高は1115億円。競合局として後発の QVC などがある。日本のテレビショッピングでは初めて商品の買い付けから番組の制作、受注や問い合わせの窓口、配送、電子商取引を自社で一元管理するシステムを導入した。 一部の時間帯には民放 KBS デジタル放送局及び地上波の民放でも同時放送が行われている。2012年からのスローガンは心躍る瞬間をである。さらに2014年ではイメージキャラクターとして女優の瀬戸朝香を起用。1996年住友商事とアメリカケーブルテレビ最大手のティッシュの合弁会社である。 ジュピタープログラミングとアメリカショッピングチャンネル大手でリバティメディアも出資するホームショッピングネットワーク社との合弁により設立。同年11月より放送開始。2007年3月、ジュピター TV が統計110度 CS 放送の CH055 でハイビジョン放送を行っていた EP 放送を買収。同年4月1日午前0時からハイビジョンでの 放送も開始。これに伴い、すべての番組がハイビジョンにて制作されることとなった。これを機に、スタジオ外からのハイビジョン製中継の番組も行うようになり、まず2007年7月4日から6日には、アメリカ・ロサンゼルスからハイビジョンでの生中継を行い、さらに2008年7月からは、沖縄県を皮切りに、毎月、全国のある都道府県から、 ハイビジョン性中継を行うことも始めた。2007年7月、住友商事が、ジュピターショップチャンネル株式の70%を保有する、ジュピター TV を完全子会社化の上、SC メディアコムに社名変更。2008年12月には残る30%の株式を、HSN の親会社である IAC から取得、住友商事の完全子会社となった。 2009年11月、直接の親会社である SC メディアコムは、主要事業を当社及び JBS に譲と、住友商事が直接の親会社となった。2012年6月、親会社の住友商事は、同社の発行済み株式の半数に該当する50%を、小売業界への投資を強化しているアメリカの、独立系投資ファンドベインキャピタルグループへ、売却。 かねてから近年の目標としてきた同社によるショップチャンネルアジア展開構想を一部見直し重症グループによる単独展開から日米共同展開に方針転換する計画であった2015年12月ジュピターテレコムが翌16年3月末までにベインキャピタルからショップチャンネル株式50%を買収2018年12月 新 4K8K 衛星放送並びにスカパー。プレミアムサービスでショップチャンネル 4K が放送開始。4K 画質での放送だが、新スタジオの運用開始までは HD 画質からアップコンバートした映像を放送していた。開局25周年を迎える2021年3月、東京都江東区東洋に降る 4K の放送設備を。 完備した新スタジオの解説をするとともに現在、分散しているオフィスを集約し一元化することを2018年12月に発表し、2021年2月28日8時から、新社屋からの放送を開始した。同日より、ショップチャンネル 4K では終日ピュア4、KHDR での放送を開始。なお、カメラや映像設備は、池上通信機が担当している。 また、同年4月1日からは開局以来長年にわたり、使用続けてきた、コーポレートログを刷新した。2020年3月31日、ショップチャンネル 4K のスカパー。プレミアムサービスでの放送が終了。BS4K での放送は継続。CS デジタル放送においては、毎日0時を起点とした24時間放送を行っている。また、 広域コミュニティ放送、JCOM チャンネルのサブチャンネルでも、同一の内容で放送している。新型コロナウイルス感染防止対策のための、緊急事態宣言の発令を受けて、2020年4月12日から9時 -13-00、14時 -17-00 のみ生放送とし、その他の時間は録画放送で構成している。当初は5月6日まで、 実施予定としていたが、後に5月18日まで延長した。5月19日以降は一部時間帯での、録画放送は継続しつつ、徐々に生放送の時間帯を増やし、6月5日以降は、最大16時間制放送を行う体制に移行した。2021年4月1日からは生放送枠を2時から6時までの4時間を、除く20時間に拡大させる予定。 チャンネル名称はすべてショップチャンネル。すべての放送局において当チャンネルの番宣 CM が放送されており、CM の終盤には同時放送を行っている日時が表示される。イメージコマーシャルを地上波で放映されており、PC サイトやスマートフォン向けアプリの紹介を行っている。基本的に番組編成は1時間単位で内容は固定されていないが、 一部の枠は固定された番組が放送されている。キャストとはクリエイティブアドバイザーオブショッピングツアーの略でショップチャンネルの各番組司会者のこと。ショップチャンネル公式サイト内のキャストたちの控え室に各キャストのプロフィールと日記が掲載されている。従来の TV 通販番組においてフリーアナウンサーやタレント、 実演販売経験者などが占めていた司会者をショップチャンネルにおいては俳優、ナレーターコンパニオン DJ、宝塚オージーなど多種多様の経歴を持つ個性あふれる司会者を起用することにより個性的で新鮮、意外性のある商品紹介をもたらし視聴者が見て楽しい番組作りに成功した。現在では各キャストのファンも存在するほどで 番組内でお目当てのキャストと電話で会話できたことが、ショップチャンネルマニアにとって、一つのステータスとなっている。商品の紹介に関しては、紹介する商品に関する簡単なプロフィールはある。ものの、台本は一切なく、キャストはすべてアドリブ状態で、商品紹介を1時間続けなくてはならないという、過酷な業務ゆえ、新人キャストとして番組に登場するも、 公式ホームページで、プロフィールが掲載されることなく数回の登場で、見かけなくなってしまうキャストもいる。普段なら、私等の一人称で表現しても差し支えない場面でさえ、キャストと表現するキャストが多く、担当キャストが、ショップチャンネル内にいる、他のキャストを表現するときは、3のように、継承表現ではなく、キャストと紹介することになっている。 東京と大阪に設置。前者は24時間展開。校舎は午前8時から午後11時まで。この時間帯は、西日本地区からの受注電話は、基本的に大阪が対応。夜間は、東京で集約。商品売買のほとんどが、コールセンターを通じてなされる、まさに、ショップチャンネルにおける、生命線だが、インターネットからの注文も可能。日本人。 モデル外国人、モデルスーパー GT GT300 クラスに参戦している、ヤロックとタイアップし、2017年シーズンに、ショップチャンネルランボルギーニ GT3 として参戦。ショップチャンネルの親会社である、住友商事では、ショップチャンネルのフォーマットを利用した、通販専門チャンネルを、日本国外で展開する意向を持っており、 前述のベインキャピタルへの株式売却に加え、2012年8月に、タイのセントラルグループ及びサハグループとの間で、通販チャンネルの運営会社を設立することで合意。2013年11月9日より、PSI62 チャンネルで放送開始。ありがとうございます。